日本初の民族芸能の辞職について民族芸能学会教員の加計拓之先生のご講演をいただきます。先生、よろしくお願いします。おはようございます。せっかくの日曜日ですね。それもだいぶ今朝冷えたんですが、早くからお呼びくださいました。ありがとうございました。明日からお願い申し上げます。18回を迎えたこの伝統芸能祭ですね、初めての試みでございます。この荒所というのは司会者からですね、今司会の加計さんからお話しされたように芸能の見方、荒所を終わらせようという指示がございましたので、30分でございます。これ貴重な時間を頂戴します。お話しさせていただきます。本命は後の芸能でございますのでね、私の話はよく前座でございます。前座っていうのは半人前の男がやることなんですね。ですから半人前の時は同じできないかもしれませんけれども、そしてあの芸能についてですね、お話を申し上げたいと思います。でまずこれからですね、ご来館芸能およびこれまでたくさんの芸能をご覧いただいたんですけれども、民族芸能というのは何のためにやるのかということはね、これ非常に重要なことなんですね。で皆さんはいろいろ願いがあると思います。お家の食べてみたいとか、幸せな気持ちになってみたいとかですね、旅行してみたいとか、宝くじ7億円当ててみたいとかですね、いろいろありますけれども、ただ一つにしなさいと言われたら何を選びましょう。おそらくね、長寿、長生きだと思うんですね。長生きしなかったら何もいいことありませんからね。で日本人の場合もう一つ、子孫繁栄となるんですよ。子孫が絶えるということはね、とっても残念なことだと思うんですね。これらを考えるためにですね、実は民族芸能というのがあるんですね。でそのためにはどうすればいいかというと、一つは無病息災、病気も怪我もしないということです。昔の言葉ですけどね。でももう一つは、どんなに丈夫な体で生まれ育っても、ね、食べ物がなかったらしていけませんね。それで五穀豊穣、豊作になること、この二つがね、考えられれば長生きできると考えられますね。それをね、達成するために延々と芸能をやってきたんです。ところが今回震災でね、それだけでないっていうことがつくづく感じました。相馬のあるお年寄りの女性の方がね、今回の津波で家向かいさんもみんな亡くなっちゃった。その上ね、このカメラまで亡くなったら何のことですかって言ってやられた。もう全ての財産亡くなった後、最後の寄り所まで、ね、カメラだったんですね。だからそれがね、精神的な支え、ひいてはその集落のシンボルとなってね、再び集落を形作っている核になるという。だから別な言い方をすると、ふるさとそのものなんですね、芸能っていうのは。それによってね、集落がまとまって土日まで流れてきたといっても言い過ぎになると思うので、それともね、より強く分かりました。そういうことでね、お話ししてが、それで今、豊作である無病息災ということをお話ししましたが、どれだけね、大変だったかということを少しお話したいと思うんですが、ちょっと残酷な絵ですけどね、これ見てください。これはですね、飢饉の時の絵です。今から230年前にちょっとボケてみてくれたと思うんですけれども、飢饉の時ですね、右上のところ、白髪のね、頭がかなり薄くなったおじいさんがね、なんと母乳を飲ませてもらってるんですよ。脇に子供がいます。私の取り返されたって泣いてます。それでその左の方にはですね、倒れた人がいますね。さあ、それからずっと来ますと、真ん中辺にですね、なんかあの手を抱えて食べてるおじいさんがいるんですよ。真ん中にちょっと左です。わかりますか。で目の前に刃物をしています。食べるものがなくなったんで、まだ生きている人の手を切り取ってね、その生肉を食べてるんです。血が流れています。それから左の方にはですね、もうこれの顔だけになった女性が今にも倒れそうなんですね。でもっと悲惨なのはね、その下です。一番下のところですね、お母さんが横になっています。でその足元に子供がおりまして、お母さんの足である桃の肉に噛みついてるんです。食べ物がないから母親がですね、私の、ね、足を食べろと言って、
ので、足を差し出したんですね。子供は気持ちいいですから、その足に食らいついてですね、肉を噛み取っておいてですね。先日、すごい母親の愛情ですね。ここまで行った、これは珍しいことないんです。交流したことがたくさんあります。はい、でこの230年前の交流の時が一番良かったんですけど、日本版とは、母はですね、この5年ついたんです。1年だけでね、なんと人口が1割減ってます、日本は。たった1年ですよ。5年続きましたからね。その後、同じ時から残念ながら、体が大きくなると、ボケがないんです。そういう状況なんですね。で、この、こういう死者が、発射が出るような危険はね、大体20年に1回ありました。で、10年に1回ぐらいは臭くなりました。食べ物を入れるってことは、ね、全体的に大変だったかってことが分かりたいと思うんですね。それで、これだけじゃないんです。この後ですね、どういうことが起きたかと言いますと、これ白川ですけどね、白川のお寺なんです。南市役所のすぐ後ろのお寺です。で、子供が生まれてもですね、食べ物がありませんから、子供を殺さざるを得ないんですね。これをね、一般には間引きと言います。ただ、間引きと大根の芽を踏むことを間引きと言いますけれども、これは人を殺すことを言った。生まれたこともね、で生まれてすぐ産声を上げる前はね、神様使いなんです。産声を上げたら絶対にやるんですね。産声を上げる前にね、一番多かったのは和紙、醤油ですね。あれを濡らしておいて生まれた子供の顔に貼り付ける。あるいは銀塚油っていって昔の日本紙に塗る油ですね。これを生まれた子供の鼻と口にすごく良かったし、もっと重要だったんですよ。生まれてすぐですね、薄の下に置いて潰してしまう。これだから母親自分でやりません。ほとんどがね、取り上げ母さんっていうさんまさんに関わるんですね。しかも男の子なら取り上げ、女の子なら踏みつぶせという言葉はですね、30年前に残っておりました。これは女性には申し訳ないんですけども、力仕事がなかなか大きくなってできないですね。だから男の子なら我々小さくても力仕事できるから、男の子は生かしてください。女の子はね、とにかく上げてくださいということを頼んだんですね。で、こういうことをやった状況ですね、今アマチュア総員が見てるわけです。なんと残酷なことをやるんだと見てますね。それで、その左の上の方にはですね、殺された子供を迎えに来た阿弥陀さんです。両脇地がいますね。さあ、これがその右と上と左にアマチュア総員と阿弥陀さんを見て、これが母親が今子供を殺してるんです。今申し上げたようにね、母親が自ら産んだ子供を殺すということはほとんどなかったようです。ほとんどさんまさんちゃんとあるんですね。しかしこれは母親が殺してあるんだと思うんですね。で、母親の顔はまるでね、鬼のようになるんです。それで、この母親がやがてですね、地獄に落ちるんですね。閻魔大王の前に引き出されます。で、後ろで縛られて、お前はこういうことやったろうというのがですね、初期役の方は読み上げているんですね。で、なんとこの江戸時代ですよ、その母親が数年前にやったことがですね、鏡に映るんです。今で言えばね、 4K のハイビジョンテレビってお金使ったんですよ。絶対考えられませんね。ラジオもない時代ですよ、こういう発想をして出てたんですね。恐ろしいことです。これ今から200年前に使われたのは、こういう発想する方が普通にいたということですね。例えばテレビ録画機のテレビ録画ですね、読みの人たちですね。で、これを実際自分の姿が映ってますから、これを母親が見せられるとですね、嘘だとは言えないですよね。それで、この通りお前はやったろうと、問い詰められているわけです。で、これはその通りですと言わざるを得ないんですね。で、足元に小さい子供いますね。で、髪持ってますね。これが我々の時に顔に貼り付けられた髪です。証拠物を示しています。もう子供は何人もいます。バラバラと太ってですね。で、こういうところで母親が白状させるんですが、いや、そんなことやってないという母親も言うことがあるんですけどね。とまずですね、血の池に入れられます。上がろうとすると鬼がですね、金棒でね、押し返されますね。それからこれはですね、下の方に今母親が口からね、血を吐いています。嘘をついたんですね、やってないと。嘘をついたもんですから、下の方から、よほどが痛いんじゃないですか。嘘をつくと鬼にしゃべられる。私、それを言います。脇にいて子供がですね、何言ってるの。
私はこれで殺されたんだよと諸国系の母親に示しています。この当時は地獄王ということを誰も疑いませんでしたから、おそらくね、震えてきたでしょうな。でこれがね、間引き防止に非常に役立ったんですね。それでやがて最後はですね、釜で茹でられます。この釜の中にね、頭蓋骨やら骨がルイルイとしておりましてね、左下には次の順番の母親がいるんですね。でなぜこういうことまでやったかというとね、かつて江戸時代は農業が中心ですね。農業が中心ということは、農民がいなくなったらね、どの藩も成り立たないんですよ。米は取れませんから。何としても農民の人口では確保しないといけない。だからそういうことでね、間引きを防止したんですね。ところが、白川と会津はですね、会津はそんなにね、っていうのは、浜通りの強くはなかったんですけれども、やっぱり付き合いました。それで、先ほど申し上げたように、男の子は間引き率が少なかったんですが、女の子は間引かれたものですから、父のあと15年、20年過ぎましてね、お姉さんとになるんです。これ、女性が大変失礼な話なんですけどね、白川も会津もですね、新潟県に当時の一門に取り違えましたけど、向こうはあまり好きにならないものですからね、間引きの率が少ないんですね。そこから娘さんたちをかき集めてね、まあ、かき集めちゃ失礼ですけど、ご協力というんです。集めてですね、白川と若松には、ちゃんと配給したんです。埋もれはそれ配給ですよ。お前はここ、お前はこうということでね。それでは会津にはですね、今の会津の立場にはね、当時の記録の写しが残っておりましてね、ある男がね、お金で訴えてないです。今回、業者がもらってありがとうございます。しかし、私がもらった嫁は、隣に近所もですね、男がもらった嫁と比べると、あまりに人気もないので、もう少しマシなのと交換してくれて願いするんです。贅沢言うなっていただくんですけどね、そういう記録が残っておりますから、そういうこともあったと思うんですね。で新潟県の県市の民産室にですね、調べたことあるんですが、人数は分からないんですが、白川に間違いなく連れてったというですね、記録が残っておりましてね、推定すると少なくとも300人、ひだと400人ぐらいはですね、白川に連れてこられたんじゃないかと思います。そこまでやって人口の確保を図ったんですね。いかに生きるということが大変だったか、これから分かると思いますね。それでまずですね、時間が30分ありませんから急ぎたいと思うんですけれども、神楽というのがあります。でこれもですね見てもらいますが、天地開闢というこの大地をですね、日本の国を作る時の話です。それで古事記というこういうこと書いてあるんですね。左の方に見えるのがイザナギと男の神様、右に見えるのがイザナギと女の神様。天の神から命じられてですね、まず日本の国を作るに命じられてですね、それで降りてこうとしたんですが、島は何もありませんから、そこでですね、ここを国に差し込んで、ぐらぐらっとかき混ぜて、持ち上げたらね、ほとんど沈まったって、そこで二人に降りてですね、国見をしようと話してたんですね。で、ここで二人がですね、いや、夫婦なんですけど、挨拶をします。非常に丁重な挨拶をしますね。それともね、はい。両方の神の神様が挨拶をします。でこの男の神様はまず手広げましたね。私の体はこんなに立派に成長しました。しかしね、一箇所ね、余って突き出てるところがあるんですよ。なんだかわかりますか？難しい質問ですけど、そうすると女の神様はですね、私の体は立派に成長したんだけども、余って、ごめんなさい、まだ塞がらないところがあるって言うんですね。じゃあ私のね、余ってるところ、あなたの塞がらないところに差し伏さえて国を見ましょうと言われています。そしてこのイザナギ男の神様はですね、イザナギ男の神様に近づいて持っている矛を渡します。この矛っていうのは、ね、男性のシンボルです。それを渡すということは紛れもなくね、交わりを象徴しています。だからこういう神聖な場所で最悪やってます。考えると極めて露骨なことをやってるんですよ。これ今の宗教者に元大胆ですね。こういうことをね、演じるんですね。で、昔から実に大らかです、これ、ね。そしてですね、今度は岩戸開きっていうのがこれは天照大御神。皆さんの神である一番真ん中にいる神様です。天照大臣だって、間違っておりもらえるんですよね。一番偉い神様、女の神様です。
そのままにもうほとんどがね、バイオレスのものですから、大きなものがない、風ですよ。で、天を照らす大きな神ですから、太陽なんです。真っ暗になりました。困ってね、二人の神様、ドラマとプラネットの神様、まあ、ここに隠れてるんだよ、探ってるところです。それで、なんとか出てきてくださいって、ロリトを想像します。しかし、そう簡単にできてもらえない。それでですね、困ってね、力を飲み取る見事という力のある神様が来まして、強引にね、力づくで、この岩屋の、に伝わっている岩屋の扉を開けようとするんです。これは今日、これからもですね、これのちゃんとご覧いただきますから、見てください。いかにも力みなぎってますね。で、開けようとするんですが、中にいるアマテラスの御神の力があまりにも強すぎてですね、かなわずですね、この力の見事は、倒れてしまいます。から作るんですね。倒れてしまいます。それでこれはダメだということでね、今度は10代の中頃のまだ裏若いですね、雨の渦目の御事という女の神様、その神が出てきて前を来ます。土地という本にある極めてね、大らかに書いてあります。光の桜を助けにして、また木を赤っ玉にかぶって、桜の葉をかばれて手に持って、うなちをかきで、もひもを本当にお叱り聞いてください。うなちをかきでっていうのは胸をあらわに出して、それからもひもというのはね、こう合わせる方式の逆で短い超ミニスカートです。それをね、ことよりしたまで書いてしまった。ことよりしたことっていうのは女性の正規のことっていう、だほとんど困ったって、本当に困ったことは、めたりにならないことなんですけどね。そこまでさえ完全なストリップです。だからストリップというのは日本伝統芸能ですから、価値が違うんですよね。それで、周りの神様は笑い声になるんですよ。中で、あの、アマテラスの神様が、私が倒れて困っているのにどうしたんだろうと、岩を少し開けるんです。そこをですね、私たちの立ちからを出てきまして、一気にね、今回開けてしまうんです。今その作戦ですね。もう、うずめの御事、小屋根、小玉、もう手伝ってですね、この岩戸を開けようとします。で、重い扉ですから、なかなか開かない。ようやくですね、こうやって開き回りますと、夜が明るくなったんで、ありがとうございましたということで、皆さん、ケーキするんですね。で、この、大々神が、大々っていうのは素晴らしいという意味なんですけど、こういう神話をですね、ストーリーにしたものと、もう一つで後で話しますけれども、ストーリーのないものが2種類あります。で、このストーリーがあるのは、このストーリーが分かるとね、歌舞伎と同じように楽しめるんですね。ないと何やってんだということになりますから、ストーリーをですね、よく知っていられることが大切だと思いますね。それから、この大神楽と言われる方がなるんですね。これライオンです。ライオンというのは、プライドしてますね。悪霊を払う力があるんだということで、室町時代のからですね、一般に広まるんですね。もともと座ったのは今から1400年前の飛鳥時代の大陸から入ってます。生き物は入ってません、頭がね。で、それを室町時代に復活するんですね。悪霊を解散させるために。それは芸能ですね。で、日本松の殿様、岩戸はですね、この神楽が大好きでね、神楽書を書かれております。これがね、話に残ってるんです。これ素晴らしいことですよ。で、まず幕前って言ってですね、この幕をかぶって回りまして、その計測を持って回る。その次にですね、計測と鈴を持ちます。鈴というのは神を呼ぶ道具です。計測はその呼んだ神を呼びつかせる道具ですね。そして回った後、今度はさらに荒々しくですね、神は呼びつけますから、それに荒々しく待って、悪霊を払って、最後はですね、余興があります。ひょっとが出てまいります。これもね、今日ご覧いただきますから、ひょっとが出てきてですね、この指示いたずらするんですね。このひょっとこの道けた姿がね、まだ見本なんですよ。これは練習してもね、うまくできるとは限らない。持って生まれた才能なんですね。非常に面白い姿があるですね。才能がなかったらできないことなんですね。で、このように指示の前をいたずらして、センスを頭に乗っけたりするんですけども、最後にはですね、獅子にいたずらしようとするんです。
ですね、足を噛まれます。そして虫がつまるんですね。それで彼に痛い思いするんですが、これは今晩のお楽しみということでですね、これはここでやっていくとしないことにしましょう。それでこれのですね、先ほど言った日本松のお殿様を抱えていた渡辺東大夫という方がね、幕末の時の神楽師なんですが、あの方が名人になってですね、いわゆる脱サラして考えられましたから、あの殿様から六段が給料もらえませんので、郡山、鏡石、長沼町などに住みましてね、最終的には東大夫から数えて5代目のね、三左衛門という方が鏡町に行ってですね、山口県の婿養子になります。綺麗な娘がいたものですが、婿養子になっちゃったんですね。そしてその方が会津中にですね、この方が呼べるんですね。ですから会津ではね、こういう系統の神楽をなんと日本松神楽って言ったんです。そのぐらい会津では言うんですね。元祖は日本松神楽です。さあ、でその次ですね、この豊作祈願の芸にこういうのがあります。旧岩城町、今日本松になりました。先ほどからのですね、広瀬というと鳥神社があります。ここで、かつては1月の6日、以外1月の3日にですね、大変素朴な祭りやった。これ、お太郎様という木像です。木の仏像みたいな、これ、田中様です。これ、お寺からですね、預かってきて、本殿に備えて、神様を迎えたということになります。そして、一番最初ですね、寄せ刈りっていうんですが、他のあぜ道のね、草を刈ることです、これ。で、灰で揺すります。これ、揺すって言うように作ってあるんです。それで使ってません。で、足をですね、強く踏んで、おしくらまんって言います。子供も言ってます。大人ってバカみたいな、ちょっと笑ってますけどね、これ真面目にやってます。このおしくらまんじゅうっていうのは、神様の力が強めた、そうした動きがするためにね。そして、その次、たぶない、小さな餅の皮を持ってですね、歌を歌って、この餅を掲げます。これで、たぶねをしたことにですね。で、賢い歌詞です。春の田を歌うということで、千本もの桑が揃った。千本揃ったんですから、立ちどころで言うのにね、そうなってほしいということがあるんですね。その次にですね、羽桑って言うんです。雪を丸めてね、これ灯籠にぶつけるんです。田を歌った後、凸凹がありますね。それを平らに直すことを羽桑って言うんです。さあ、この次ですね、こういうことがある。下戸の焼きなんです。牛の焼きなんです。これ夏じゃないですよ。これ取ったら1月の9日の夜、立ち頃です。川に入って、これ回し一本で、これいたずらでないんです。清めるための意味があります。これで褒めます。肉付きがいいとか、艶がいいとかね。そして、荷蔵とマグマを乗っけることによって、白柿をやったことになるんです。これで、新色をドアにします。なぜドアにするかって伝えられるんですが、その後ね、縄しろを締めていまして、縄しろ、仕上げたいぐらいに流します。で、その後で種がきです。本殿、一つもちょっとぐらい小さな本殿なんですが、そこに大名詞を置きましてね、おとぎをも消して扉を閉めて、真っ赤の中で、新宿が目隠しですね、種もみを巻きます。和製中、奥手と3回巻いて、どれが一番平らに巻けたかを見るんです。一番平らに綺麗に巻けたやつが、今年豊作になるんですね。そして今度は田植えです。田植えですから、桑は落ちません。こういう歌を歌います。一本植えたないが千本にもなってほしいってね、大道奉仕という和製の品種よという意味です。で、こういう言葉を歌うと、言葉には魂がありましてね、それでそう、それが神様叶えてくれる、こういう言葉も出ます、ね、水とお酒を出ます。で、最後はですね、稲刈りです。で、これもですね、なんとすごい歌詞を歌うんですよ。7つの穂でね、8勝と取れてほしい。8つの穂で9勝も取れてほしい。取れるはずないでしょ。だけど、こうしたことによって取れるんだということを信じるわけですね。このようなことがね、カーソルです。ちなみに、遊びというのは、神事、神事という意味です。神事というのはね、神をつけるんです。さあ、それで、もう一つね、日本松の自慢の芸能にですね、
こういうのがあるんです。田植え踊り、この田植え踊りというのはですね、今さらなんとね、360年くらい前に会津地方でね、行事として始まったんですよ。踊りはついてません。田植えに関する歌を歌ってね、若者が女性に扮して、顔取りに扮して一軒一軒回されてね、米とか全然もらったんです。それがですね、やっぱり200年くらい前に踊りになったんですね。その踊りがどんなものか、もう200年前だから残ってないんですけども、おそらくこんなものだろうということがですね、今、南会津町、人が残ってます。これ320年前と同じくね、男の方がですね、高校生です。化粧するんです。これ手袋をかぶっておしゃれつけますね。その辺の町場のギャルより、かなり腰の方が色っぽいですよ。ほんと。で、傘をかぶるんですね。そして踊ります。この踊り見てください。いいですか。戦争を持ちます。はい、1回、2回、3回、4回、5回、6回回せて踊ります。もう一回、1回、2回、3回、4回、5回、6回で、これをね、10分ぐらいかかる歌の間、延々とこれを繰り返すんです。極めて単純です。練習いらないんです。今日やるって言って1時間ぐらい前に集まってきましてね、着物着るのにね、やっぱり40分かかりますね。化粧もしますから。で、着物着終わると、じゃあ練習やるぞって今のやつを5分ぐらいやって、はい、練習出来上がる。で、本番だ。いえいえ、一軒一軒全部回ったんですね。こういう単純な踊りだったんです。だからこれがね、洋松に伝わります。そうすると、こんな風な踊りになるんですよ。これ、今日これをここのご覧いただきますからね、ほんの一部だけ見ていただきますけれども、これはですね、旧六桑頭だと思いますが、田植えの関東です。これを何をやりなさいって今明示出ると思うんです。手前にいるのが竿と、後ろにいるのがヤッコというのが六米。この竿止めっていうのは、竿というのは田中様のことなんです。田中様に使える乙女。ですから、巫女ですけど、一緒にね。で、日本ではね、田植えはね、女の方でないと。豊作じゃないと思います。これ、種まきって言うんです、これ。何でもその形するんでしょ。種まきです。このようにですね、田植えは必ず女の子。男はもっぱら苗打ち、生って苗打ちと言いますけどね、苗を運ぶやつです。しかし、こうやって見ると、きれいな踊りになってますが、農作業の姿がちゃんと残ってますね。で、ちなみに、後ろにいる薬粉を持っているのは、花輪とか軍配とかなんですが、これはなんとですね、女性の象徴です。女性の性器を飾ることなんです。で、子供が生まれることと交差になるということは、同じ現象だと私たちは感じました。子供が生まれるようなことをすると工作にもなるということで、大体ですね、子供が生まれる真似をすることが多いんですね。さあ、この次の種目、何の種目だか分かりますか。ちょっと見てみてください。この辺は同じ、分かりました。田植えですとね、こういうふうにね、農作業の姿はちょっと残ってるんですね。で、この踊りがなんとですよ、この石井ではね、田植え踊りが23の演目できちゃったんです。南はあんな簡単な6回回してこれだけのやつがですね、四月に伝わると23になるんですよ。いかにね、あの石井地区の方々が芸達者で、素晴らしい才能を持ってたと思いますね。で、これと、この田植え踊りってのは東北地方に切りたいんですけれども、一番ね、種目が多いということ、それからね、新さがね、大変素朴な古い姿が残っているということで、この石井の太陽と土地区が一緒にして、国の重要文化になっています。素晴らしい宝物なんですね。で、これもですね、日本の宝の一つですね。さあ、それからですね、次に行きたいと思うんですが、
獅子舞というのがあるんです。これもね、残念ながら今日は正解になるんですけれども、一番多いのは、ね、3匹の獅子なんです。この獅子というのは、ね、先ほどご覧いただいた大学ではないんです。日本で獅子というとですね、イノシシの獅子、これは鴨鹿のことをですね、イワシシとか青獅子というので、それから今度、この鹿のことを鴨獅子というんですね、肉を食べた獣のことを日本では獅子と言ったんです。でこれは山に住んでまして、里に来てね、体を荒らすんですね。これ困ったんです。で、何としてもですね、荒らしてほしくないということで、獅子が楽しく山から降りてきて、前遊んで、で何も悪いことしない山から帰っていくことをですね、神の前で演じて、そうなるように祈ったのが、この獅子舞の始まりなんですね。それで、これがね、阿武隈山にたくさんあります。その一つでですね、県の指定になっているのが、下山を3匹の獅子があります。滝ほら、東から中ほら、これ滝ほら、残念な滝ほらの人休んでるんですけれども、獅子3人いますね。この3人のうち2人がオスの獅子です。オスです。1人はメス獅子です。で、ここの特徴はね、この今の子供が今いますね、大きな竹の丸い筒にですね、で造花を飾って、これここではササラって言ってるんですが、ところによっては、ね、千本、千の稲穂と言ってるところです。稲穂はこういうふうに菩薩になってほしいって願われてるんですね。で、もともとこの千本というのは、その育てはどういうものかというとね、皆さん、あの抹茶の茶せんありますね。この茶せんの大きいやつです。見なかったです。例えば、こうやって魚の大きいやつ、開いてるんです。あ、見せるもんです。それから竹にですね、筒をつけてやると、左手の同じ長さです。それをこう持ってするんです。それがもともと楽器なんですね。スリーさんの。これがね、ここに来て、こんなに大きいんですね。やめに特殊になる、道具ですね。で、この、やめて言うそうなんですね。アブクマさんという獅子もそうなんですが、特にですね、この滝尻の獅子は滝の荒獅子と言いますよね、勇壮なことで有名です。大きな太鼓がどんどん叩かれましてね、戊辰戦争の時に、ちょうどお祭りの時にですね、戦軍が日本を攻めてきたんですね。でこの太鼓の音を聞いてね、ハイボール間違っていった心臓だった話があるんですよ。そのぐらい大きな音だったんですね。足で蹴って流れてきたんですね。それでこれちょっとあの映像今休んでるんですからね、あの分かりやすい映像になって申し訳ないんですが、先ほどこの1匹の1人の美術師をですね、2匹のお寿司が奪い合いするということをお話しましたね。でこれが最もよく表れているのはね、これです。鹿島なんです。南会津町の鹿島の栗岡というお寿司なんです。これは一番よく分かるんです。失礼しますね。まずね、右の方の獅子、手を伸ばしてますね。これ、イケメンの若い獅子なんです。美男子なんです。人の奥さんを奪ってきたんです、これ。まさにグリーンスローです。こういう山の中に隠しました。最近ね、北畑のところは小畑、小畑なんか出てきますけどね、奪ってきたんですね。そして隠しました。それで、天使に見つかると大変なことになりますから、ちょっとおろおろしてますね。で、そこにその天使が出てきます。女房がいなくなる。どうもこいつが怪しくなるわけですね。で片方のイケメンもですね、なんかさっさしてますね。バレると大変ですから。さあ、様子が出てますね。これがバレそうなってわけで、このイケメンが逃げます。そうとその天使がですね、やっぱり怪しいなと。どれだけ崩したんだろうと思ってですね、これを探るんですね。それでこのイケメンの獅子はですね、そろそろ天使が帰った頃だと思って、またここに来ます。見つかってないんですから、でさっき隠したところを探すんですね。ここに隠したけれど、間違っているだろうなということで。そっとですね、上げてみると、降りました。獅子がね、それでね、いかにも欲しそうにね、頬を振り寄せるんですよ。これはよくのラブシーンです。あの、拷問のテレビのラブシーンより、こちらは何個かいらっしゃる。
これであのお祭りですから酒を飲みながらね、その方たちが来ますよね。そうするとね、もう声かけるんですよ。ほら、女房を取り返したと、何くらってきてたとかね、そこに隠れてると見えねえのかとかですね、大盛り上がりになるんですね。で、最後には、その亭主がですね、やっぱりこいつが怪しいということで、責めまして、もうだったら逃げ腰ですね。勘違いしましたよね。中にはですよ、数少ないんですけど、別れの方がね、
これ行列をしながら酒飲んでたりね、缶ビールをラッパーの人みたいにね、飲むはずでないところで酒飲んでみたりしてね、かなり気が受けることがあるんですが、酒っていうのは決してね、左に飲むでないんです。金さんは宿ってて、ね、金で一体になるものですから、近づくためのものですから、ちゃんとした儀式なんです、酒飲むことは。それをわきまえてもらえないと、これを言うんですね。それで、松岡の方にですね、若宮の方に差し上げる酒をおみきを預かってきたので、それを渡すわけですね。で、この松岡の方たちは今、自分たちがいただきましたから、このお酒を今度は、若宮の方たちにですね、これを差し上げます。で、神様の意思を、神宮に集まるように伝えるわけですね。で、ここで儀式が終わりました。それで、元町の方は今度はですね、亀貝の方に行って、同じように伝えてですね。で、亀貝は今度は裏に行って、武田町、下山、そして東町に行かない。こういうふうにですね、奈良町内に全部伝達します。で、こういうことは浅松というものです。これがですね、つい最近までなかったんです。これ復活したのですから、両町の長州祭りはね、県知事になったときは、お祭り囃子だけでした、県の指定は。で、これを復活してから、祭り全体をですね、県の文化財として指定したんですね。素晴らしい行事です。県内には例がありません、この行事は。それだけですね、厳格な、ね、神聖な儀式ですから、一時この儀式をやってるわけでですね、ある長年の青年がね、缶ビールを飲んでたことがあったんです。愕然としました。何やってるんだと。結婚式の参加の時に落札もしないでしょ、缶ビールを。そういうことを元気でやると。そういう人付けの人がいて、松田で壊すんですね。だから、神聖な儀式であるということ。もう一つ、この山本の教室の中には大きな宝はですね、このね、炭なりです。この炭なりはね、何かというとですね、今そこに言いますけれども、その今からね、1200年ぐらい前にね、京都でですね、すごい疫病が流行ったんです。これは1回より何回も流行ってるんですね。わずか4キロ四方のところに10万人ぐらい住んでましたからね、両側に川があったんですね。で、ちょっと雨が降るとね、洪水になってね、その平城京の中に全部流れてる。昔はトイレはですね、先生じゃないでしょ、夫のトイレですから、そこに水が入って溢れてですね、一人でもね、伝染病が入ると、立ちどころにですね、その中に10万人のお母さんがいて、かなりの方がね、伝染病にかかっちゃうんですね。で、それは悪霊の下だということで、それを追い払う祭りを行ってたんですね。その時に、ここです、槍みたいな。ここをですね、66本立てて持って、神聖というね、神聖な駅があるんですけど、一部で残ってます。そこに行列をして、悪霊を退散させる行事を行ったんですね。それで、その、ここだけじゃ面白くないから、その下にいろんな山とか人形とか作り物を作って、すぐ重くなりますね。重くなるから、車を作って必要になりました。しかし、何にもなくて来たりが寂しいということで、その掃除、これはですね、鎌倉時代になってからなんですけども、さらにだんだんですね、それが華やか大きくなってきて、室町ものになると、能が盛んになってきます。能がですね。能が の力を借りて、林を演奏するようになったんですね。それで600年くらい前に林を演奏するようになった。それがね、全国に関節を関節を壊す段階が広がってきてですね、そして能がのにもたどり着いたんですね。だから、この、杉なりっていうのはですね、決して稲部ではなくて、これはここの名残なんです。しかもなんと1200年前のここの名残ですね。これがここに残ってるっていうことは素晴らしいことなんですよ。だからこの杉なりがなくなったらね、人間で言えば首がないのと同じです。その重要なことですね。で、最近ね、日本町の道路、電線がですね、横に横切るのがだいぶ少なくなりました。本当にね、市長さんはじめね、市の東京の中、箱根の中で落ちてくださって、撤去してくださったんですが、まだ残ってます。京都なんかはもう完全に撤去されてますね。それから、
市の案内係の道路にパッと出てるやつあるんですね。あれ、今日なんか全部じゃないんですけど、一部はですね、ボタンを押しますとね、あの看板がずっとね、下がるように、道路から外れるようになるんですね。で、たらっと雨は日本橋はそのままですので、通るときにちょっと差し出あるんです。ですから、日本橋の提灯祭りというのは、日本の一大、ブレイン行事になりますから、ぜひですね、つまりできませんけれども、電線と看板を並べてですね、撤去していく、撤去とか、すぐ外れるようにですね、していただければ、これはありがたいと思うんですね。そのぐらいこの隅になるということは、大切なものなんですね。ですから、先ほども言っていただいた、呼び起こし、そしてこの隅になる、ぜひね、大切にいただきたいと思うんですね。しかもこの祭り囃子、今からですね、大体320年ぐらい前にね、350年ぐらい前にですね、目崎と竹田町が、愛宕神社の町、千曲の愛宕神社の町があるんですかね、あの時にね、神楽大公演奏した記録が残っているんです。それが始まりなんです。で、これ6月です。で、8月の15日の日本松神社の祭りにですね、これを真似て御腰を出したんですね。で、なぜ8月15日かというと、日本松神社というのは熊本八幡様が一柱を祀られるんですね。八幡神社の現実が8月15日。ですから、ここでやったんですね。で、それだったら、段発見してですね、やがて人形を飾ったり、大きなですね、出汁を飾ったり、作るものを飾ったり、そして今のような祭り囃子になったんですね。で、350年前というふうに始まったというこの年号はですね、県内では最も古い、確実な記録としては最も古い記録です。ですから、その点の歴史の古さ、呼び起こし、そして杉になる、すごい宝がですね、この祭りの中に埋められているんですね。これは分かれんだけじゃなくて、市民の皆さんの力がないとね、これ守ることはできませんので、どうぞ今度もよろしくお願いします。一体つまらない話で、後で芸能は面白かったけど、あの話さえなければよかったのになって言われられることを恐れてきたんでございますけれども、どうぞ、これから頑張りとですね、素晴らしい芸能を次々また余計なお世話ですけれども、少し説明させていただきますので、よろしくお願いします。長谷さん、ありがとうございました。先生、ありがとうございました。皆様、長谷先生に本当に大きな拍手をお願いします。長谷先生、この後、伝統芸能の発表となりますが、準備者がしばらくお待ちください。